はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。にお、やっていきましょう。どけた。すいませんね。今回もオス1は丸々になると思います。多分わかんないけど、いまーす。はーい。なんか左の方だったな。あったはいだい。はい。怒った、なんか怒った。もう？あいだ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 。だいだいだ。あ、なに？なにそれ？なにそれ？はい、はい、いけるか、いけるか。よっしゃー、いったー、いったー。福、この霊石を用いて結界を。臨境動作感知列車悲しんでない。魂は巡り巡る人の世の戦乱と太平のようにの。あら、帰っちゃうの？悲しいね。太平の世、再び巡り合うことがあれば見せたいものじゃ。はい、アイテムゲット。いや、あそこのアムリターはもらえない。さすが、残念か。これで今日の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかりです。ですね。これもう戻れないよね。さあ
天海さんは猫股どもは太平の世のためにその身を停止申した。拙僧も微力ながら力添えいたしましょう。はい、やった。天海さんも仲間、仲間裏切らないでね。はい、じゃあ行きましょう。はい、なんとかね、編集では多分10分か15分ぐらいの尺ですけども、実際は何時間？前言って1時間、前よりはちょっと早かったかもしれないです。1時間ぐらいですね。いやー、猫又さんありがとう。本当ね、すまぬ、ケリーを取り逃した。ミオニの際でもなければケリーのあの術に太刀打ちできぬ。しかしケリーがイエス様を狙っておるとならば一刻の猶予もならぬぞ。イエス様のうち急がねば。それにしてもどうも懐の座りが悪い。気のせいか猫の元気がないのかないのだ。あー、なるほどね。お、解放されました言うて私いけないでしょうね。うん、いけないですね。100なんかいけるわけないです、はい。メインミッションはクリアして、次なんだこれ、なんだこれ、ね、これ、あ、次の章へ、進むってことで。元忠殿は我らにケリー目から家康様をお守りするよう命じられた。殿のおられる駿河へはわしら忍びだけが知る早道がある。我が父祖の地である伊賀を越えて参ろう。ウィリアムよ、ケリーを追わねばならぬはお主とて同じ。共に家康様のもとへ急ごうぞ。はーい、さあではですね、こちらの伊賀越えやっていきましょう。配下の者によると、この先には三成の手の者が多数潜んでおるとのこと。見つかると厄介じゃ。ウィリアム、この屋敷の抜け道を通ることに立つ。駿河へ抜ける近道となる。案ずるな、ここはわしが生まれ育った地、伊賀を越えるなどとたやすいことよ。はい、伊賀ということは忍者が出てくるんでしょうかね。伊賀は長く忍者を治める国であった。しかし全国制覇に乗り出す織田信長は大正6年伊賀国を侵攻した。伊賀州による、奇策に苦戦した信長はその2年後に大軍勢を投入し伊賀を制圧した。はあ、なるほど、これ実際にこんなことあったんですね。はい、伊賀国一応、さあちょっと明るいんでね。ああ、ここにあった。はい、よし、では行きましょう。なんか伊賀ならやっぱ忍者の格好しないとダメですかね。絶対こう忍者だからやっぱ壁とかに潜んでたりするんじゃないですか。大丈夫ですか、大丈夫ですか。慎重に行きますよ、私今回はですね、かなり慎重で行きますよ。ここは誰もいねえはずじゃ。やっぱりはい、やっぱり忍者いた。はい、変わった、あ、帰り地か。やっぱいるんじゃん、やっぱいるんじゃん。もう忍び、おっと、なんかいっぱい死んでるよ。わーい、絶対あれ言ってたら、はい、でいお、お、よこし、ああ、おお、びっくりした。何回出んだよこれ。ああ、いえ、
はいはいはい、うっそっす。ちょっと忍者だからどこにいるかわかんねえな。アムリタ容器？え、アムリタ容器？どこにいる？はいよ。え、アムリタ容器ってどこにいた？あ、あれかな？ん？これ、あれ？これ上は？え、これの上ってどうやって飛んだ？え？取れないね。なるほど、あそこから降りるのか。こういうとこをちょっと慎重に。はい、やっぱりね。はいよ。突きあり。私上段の構えにしてたの。危ない。いや、今回は油断しないですよ、私。やっぱ忍びのものだが多いんでね。忍びのものは本当に危ないですからね、油断すると。おお、なんかぐるっと回るよこれ。あ、こっちに行けるとか。おお、あ、これがここか。なんだ、なんてか分かんねえや。そう、え、どこ行くの。正面か。で、こっちは特に何だったんだここね、このぐるっと回る何だったんだよっていう、超謎じゃねえかよこれね。え、でもなんだ、さっきなんかあったよねここ。え、これ、あ、上からしか来れないっていう感じか。はい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 。OK! よいしょよいしょ。はい、危ない。OK! 私の方が早かった。こういうとこになかった。隠し通路とかあるかなと思ったんだけどな。え？え？反対側から？え、どこだじゃあ。え、なんかもう、え？え、なんか行けるとこある？はっ？なんか隠し扉があるの？おお！え？え、お前。いつもに先へ進めぬと。忍びの屋敷ならば隠し扉があるはずだ。この部屋をくまなく探してみよう。はい。お？なんと、なんと、なんとこんな。さすがに気づかねえわ初見で。びっくりした。しかもあれ敵かと思ったよもう。やられた。あ、ちょっと待って、ごめん、いったんで、ごめんね。さあ、上がれた。で、いた。あぶねえ。はい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 。よいしょ。なんかこの隙間怪しいな。ああ、毒になった。毒？はい、はい、このスペースがなんか怪しい。なんだここ。よいしょ。で、これがなんか降りる場所。お、ああ、これがここ開けれるのね。はいはいはい、オープン。で、ここもまた
あ、なるほどね。ちょっとずつこう裏から開けていく感じね。で、ああ、あれか、無理多容器って。ちょっとここから降りてこれ取っとこう。盗んだものは返す。頼む、見逃してくれ。見逃してくれ、やだよ。で、アムリタ容器、なんかあれさっき強いマーク出てたよね。なんかあれ、そっと行けってことっていうこと。ああ、やられたー、もう。うわー、なんかしてやられたっていう感じがして、すごい悔しい。うわー、悔しい。じゃあこっちから行けないってこと、これ。もう全部開くの、マジか。じゃあ正面でしか行けないってこと、マジか。マジか。はい、はい、わーい。はい、だいだいだいだ、やばいやばいやばい。あかんあかんあかん、強い強い強い。え、しかも回復してってるし。はい、そう、これでも全然ダメだ。あー、死んだ。あいつスルーしていきたいけど、そこ落ちるもんな。はい、よいしょ。やっぱそうなる。あー、降りてくるのね、あんた。じゃあ登ろう。で、今のうちに行く。でも、ある一定時間過ぎるとこれ戻ってくるんだよね、確か。さあ、怖いな、こういうとこの廊下怖いな。なんだ、なんだ、お、ん、死体、あれ。大丈夫、いない、やっぱり。今なんか壁に見えたの気がしたんだ。よいしょ。でも大変だね、そこでずっと待ってたんだね。いやー、強い。お、行き止まり？あ、また行き止まりだ。
かの壁が回転するとか、おお、あ、これか、開く、オープン、おお、2体来た、はいはいはい、信長公の命で滅ぼした伊賀の忍びを蘇らせるか、死者をもてあそぶなどと言うけど、わしとてやりとうないな。うんうんうん、お、あ、あ、なんか、え、何今の、何が起きた、なぜ毒を食らった、そう、お、お、なんか反対側に落ちてたらしい、はーい、動いちゃいんだ、とりあえずそこにいるね、あ、これ反対側か、オープン、なるほど、はい、いたぞ、はい、はいよ、はいよ、おわい矢が飛んでくる、ここはもう以上か、ん、なんだなんだなんだ、忍者よりだ、すか、これが先行くとこかな、あ、これも閉まってる、あ、いた、さあこっちはもうないのか、ってことはそこか、あ、そっち、はいはい、はい、でー、 OK、ということでね、そろそろいいお時間となってまいりましたね、終わろうかなと、そこに社があるな、お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 お、なんか、え、あいつか、え、社の、え、社行かないのこれ、え、いや、社のとこ行くんじゃないのこれ、え、え、何
がゴソゴソ言ってんの。なんかゴソゴソしてる。終わろうと思ったら社が見えたから、あれ、あ、ここか。こっちは？あ、降りる場所？長いな、この通路。あれ、反対側から。じゃあですね、こちらの社で一回を今日、一回じゃ、今回は終わりたいなと思います。なんかすんげん、かわいいね、お前たち。はい。それじゃあ、ちょっと見て、見えてないな。またねー。